カモンマテリアル、マテリアルのあゆみです。カムデヒュラです。よろしくお願いします。この番組は、様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、ということでですね、今日から、2人で進行してまいります。はい、坂部さん。いやいや、そんなわけないから、そんなわけあらへんから、はい、マテリアルのね、はい、坂部さんはね、体調不良ということで、はい、2週連続ね、2週目ですけども、はい、お休みなんですけれども、はい、はい、ということで、2人で頑張っていきます。はい、でですね、はい、まずは今日は6月24日です。はい、はい、どんな日なんでしょうか。この日なんだ、日です。今日はドレミの日です。うん、はい、なんか聞いたことあんな。、うん、はい、やったかな、うん、はい、1024年の、6月24日に、うん、イタリアの、僧侶ギターいや ギトーダレッツォがドレミの音階を定めた日となっております。はい、はい、はいはい、このね、うん、ヨハネの祭りですね、うんうん、のためにギドーが、合唱隊に聖ヨハネ聖歌を指導しているときに、曲の音に一定の規則があることに気づいた、その曲に各、小節の、最初の音に相当するウトレミファソレで発音発声を、ね、させていたのがドレミの音階の始まりで、後にウトがドになりシが新たに加わって現在のドレミファソラシドになったそうです。ね、1020何年ってことはさ、平安時代とか平安末期というか、うん、源平の合戦とかやってる時代です ですよね。ね、そんな時代にドレミが生まれていたと。うん、ね、すごい、はい、ということで今年はお邪魔女ドレミの、20周年が去年やったんか。かな。もうドレミっていうと俺なんかそっちになっちゃうんですけど、ね。ドレミになっちゃう。はい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 、はい、はい。そしてもう一つ。はい。はい、UFO。の日、空を飛ぶ円盤記念日となってます。これも聞いたことある。はい、はい、1947年昭和22年の6月24日アメリカの実業家ケネス・アーノルドが、自家用飛行機で飛行中にコーヒー皿のような謎の飛行物体を目撃しました。はい、最初の目撃例となったこの日を UFO 研究家たちが記念日として命名されたとされています。なるほど。はい、謎の飛行物体はワシントン州のレーニア、付近の上空に9つあったそうで、うん、当時では信じられないほどの高速で急降下急上昇を行っていた、うん、アーノルドはこの物体をその形状から、空飛ぶ円盤フライングソーサーですね、と呼び、全米で報道されると同様の目撃者が相次いだそうです。事態を重く見たアメリカ空軍がこれを UFO 未確認飛行物体と名付け、うん、はい、調査に乗り出しましたが正体はつかめず、1969年に UFO は車のサーチライトの誤認や目の錯覚の類との調査報告を出したそうです。なわけあるかい。謎なわけあるかい。いろんな説ありますよ ね UFO ね、だからほら、UFO って言うんですけど、うん、まあその宇宙からね、うん、やってきたそのまあ同じような人間というかね、うん、違う星の生物がね、うん、すごい高い文明を持って日本を監視してるんだとかね、うん、なんとか言ってますよね、うん、でも、天文学者の、まあ、専門家とかはね、まあ、そんなことはないですっていうのを言ってたりとかしますけどね。はい、はい、だって日本からもそうですよ。地球からほらいろんな信号を発信してるやん。あ、で電波望遠鏡とかってあるんですよ、うん、でそういうのを使っていろんな宇宙中の電波を収集してんのよ、うん、おだけどなんかそういう なんていうの、その言語とか、うん、その高い文明を持って何か してるっていう活動は未だ報告はされてないっていうのが現状なので、うん、まあどうなんかなという。それは秘密にされてることもあるってこと。いやまあかもしれない、かもしれない。なんかそういうのもなんかワクワクしますよ ね、はい、ね、まあかといえば逆に実は UFO はあれは
未来人がやってきてるんだってね。私その説が一番なんかロマンがあるなって思う、ねね、ロマンがあるんだけどね、うん、ロマン潰しましょうか。嫌だなと。いや、相対性理論とかいろんな理論があって、うんうん、その理論でいくと、うん、光に近づけば近づくほど人間の周りに流れる時間がゆっくりになるっていう話があって、うん、でどういうことかというと、例えば1年かけて光の速さで飛んで帰ってくるとですね、うんうん、だからその宇宙船の中に乗ってた人は一瞬やね、うん、光のスピードで行ってる、うんうん、ところが他の人たちは1年後って感じてるわけ。あ、か感じるっていうかそのスピードが違う。違う、うん、だから未来は行けるのよ、はい、うん、未来へは行くことは可能なんだけど、うん、過去へ遡るっていうのは同じことをやることが無理やね、うん、光のスピードでバックするって、バックしたって光のスピードで飛んでるだけやから。じゃあ過去には行けないってこと？過去にはね、多分行けないんだよね。これなかなか難しい話で、はい、いろんな人がいろいろ考えてますから、はい、誰か考えた人おったら教えてください、はいはいはい、はい、以上です、はいはい、ということで、今日の、このプレゼンありかなとですね、はい、映画ストレージマン、はい、という映画を紹介したいと思います。というのが、はい、今日ですね、監督への取材とか、うん、インタビューとか、あるいはプレゼンを誰かがしに来るではなくて、僕が見た作品をプレゼンするという形でやらせていただきます。はい、はい、うん、まずはですね、一旦ですね、ストレージマンの予告編をご覧になっていただきたいと思います。はい、それではストレージマンの予告編です。このプレゼン、ありかなしか、スタート。新型コロナウイルスの感染者は世界で1万人に迫る勢いで、日本経済の大きな影響も指摘されています。いや、困りますよ。急に社宅を追い出されたら、じゃあどうやって暮らしていけばいいんですか。派遣切りにあったそうじゃないか。館内での寝泊まり、飲食は禁止となっております。ここ誰か住んでんじゃない。ああ、好きでも手放さないといけない時があるんだよね、人生には。はい、ということで、はい、予告編ご覧になっていただきましたんですけども、はい、予告編見てどうですか。なんかほんまに住むためだけにその、うんうん、借りたんですね、うん、そうそうそう、もうなんか初めなんか聞いた時に、うん、その荷物を置くために借りてとか、その、うんうん、でそこに住んだんかなと思ってたら、うん、そのためだけに借りて、そうそうそう、へ、そういうことですよ。行くとこないからね、うんうんうん、だってほら毎日さ、うん、980円パックとかで、うん、満喫とか泊まってたら毎日そんなにお金かかるわけか、うん、でそう考えると確かにトランクルームの契約で言ったら、うん、まあ、月その4万とか5万とかでさ、うん、荷物を置き場として借りるっていうことで言ったら、うん、めっちゃ安いわけよ、うん、東京の、あ、そうですよね、うん、だって東京なんて本当に 2LDK なんて借りようと思ったらなんぼすんねんって使いよね、うん、なんかすごいなんか何もかも失ってっていう話やから、うん、そうなんですよね、うん、はい、まあ、一応これで説明しますと、はい、まあ、宣伝の方からね、いただいてる文章で言うと、うん、まあ、ローランドさんとかね、うん、キリア和明さんって分かります、元宇多田ヒカルの、旦那さんで、うんうん、キャシャーンとかね、五右衛門とか、うん、作られた方ですね、で、それから小坂大魔王なんかがですね、応援コメントを寄せられてると、いうのもありまして、うん、で、まあ、この禁じられたトランクルーム
の中での生活っていうものをね、うん、なんと垣間見れてしまう作品みたいな感じにはなってるわけなんですけど、うん、この映画がですね、実はですね、福岡インディペンデント映画祭2022にてグランプリに輝き、うん、スキップシティ、国際 D シネマ映画祭2022では観客賞を受賞した、マンの達郎監督の、短編ストレージマンは、コロナショックによる孤独な巣ごもり生活の中で、居場所すら奪われ人々とのつながりが崩壊していく不安を鋭く捉えたソーシャルスリラーですというものですよね。はい、そういうことなんですよ。はい、だから、まあ、コロナの時にね、まあ、確かに仕事がどんどんなくなっていく、はい、うん、ね、まあ、このお店も本当にね、お店閉めてたもんね、はい、うん、閉めざるを得ないから ね、うん、でじゃあ閉めるのはいいけど、うん、でまあね、補助金とかが出てある程度はなんとか生活できるにしても、うん、でもその先って見えへんかったりとかするとすごい不安だったじゃないですか、うん、だからそのコロナの頃のあの不安感、うん、でもう一つ言うとね、もう人間ってさ、喉元過ぎればなんとやらで、うん、終わっちゃったらまあもう次はなんとかなるかなみたいな感覚でいる人もたくさんいると思うんですよね。で実際なんとかなるのかもしれないんですけど、でもじゃあまた同じ状況が生まれてきたらどうする、言われてますよね、もうすでにコロナじゃなくてまた違う感染症というか、そういうものが出てくるよねっていうのは言われてますから、うん、それが何年後に来るかわからないわけですよ、うん、だから今のうちにあの時のことを忘れないでちゃんと、なんとか整えておかないと、うん、それはそのお金を準備するとかそういう話じゃなくて、うん、法整備なんかもちゃんとやっとかないといけないんですよね、うん、だからこのストレージマンは結構ね、身につまされる人たくさんいると思う、うん、突然会社から来なくていいよって言われちゃう、ね、うん、でしかも住んでた社宅を追い出され、リーマンショックの時もそうやったでしょ、うん、あれで派遣村とかってできて、はい、要は派遣切りされた人たちが一緒にみんなで生活する村みたいなのができたりとかしてね、うん、すごいいろんな問題を抱えてて、厚生労働省もいろいろ動いたりとかしていろいろやってましたけど、まあ、それがあったから実は多少整備されてる部分はあるんですけどね、うん、もう今回のこのコロナ禍で、うん、さらにまた浮き彫りになったことってたくさんあると思うんで、はい、まあ、そういうのを思い出す意味でもこの作品は面白いんじゃないかなというふうには思いますね、うん、はい、まあ、ぜひぜひ見ていただきたいなと、はい、で何気に気づかれました、渡辺裕之さん出てます、はい、はい、ファイト一発のね、はい渡辺裕之さんが、まあ、その役柄としてはね、うん、奥さんのお父さんの役なんで、うん、まあ、主人公から家族を奪っちゃう役になるんですけど、うん、まあね、その何でしょうね、本当に人間ってその生きてかなきゃいけないんですけど、生きてくために、生活するために仕事を得ないと何もならないんですけど、うん、でもその仕事ができなくなったらどうしたらいいのって本当にね、まあ、作品の中ではウーバーなんかやりながらなんとか食いつないだりとかをね、うん、するんですけどね、まあちょっとだけ主人公に同情できへん部分もいくつかあるんですけどまあその辺は作品見ながら判断していただいたらいいかなとは思ったりはするんですけどね、うん、はい、まずとにかく、この作品ストレージマンが、6月24日から、この今日です、うん、今日からシアターセブンで、上映が、スタートになりますんで、うん、はい、ぜひですね、シアターセブンに行っていただいて、ご覧いただきたいなと思います、うん、はい、1週間かな、2週間行こうかな、まあ、多分たくさん見に来ていただければ、そうですね、また上映が伸びる可能性ありますので、うん、ぜひ、たくさんの人を見に行っていただきたいですね。東京ではね、満員御礼やったんですよ。すごい、池袋で、はい、池袋シネマロサで、うん、もう超満員やったみたいな、この写真、いや、すごい、めっちゃ多いよ、すごいことになってるよ、うん、はい、そうなんですなので、ぜひ大阪でもね、うん、シアターセブンでも、うん、たくさんの人に見に来ていただきたいなと
思います。あの映画祭でね、観客賞を取ったりグランプリ取ったりしてる作品ですから、しっかりした作品なので、ぜひ期待して、ご覧いただければなと思います、はい、ということで、ストレージマンプレゼンしました。アルバツするいや、丸バツせなあかんやろ、一応せなあかんやろ、うん、一応しよう、はい、はい、ということで、はい、丸バツ、いきたいと思います。する、はい、はい、では、このプレゼン、ありかなしか、判定小倉さんに対しても、おうおうプレゼンに、いやそうよ、俺のプレゼンに対してすごくいいな、みたいなとは思うんですけど、ね、なにマジでなに、ああよかった、もうほんまに、びっくりしました、びっくりしたよ、まるですよ、よかったあ、よかった、ヒヤヒヤしてる、めっちゃヒヤヒヤした、ちょっと本当あの編集大変からやめてそこそこ、この後全部モザイクですね、そうあれ大変やった結局はい、はい、ということで丸いただきましたんでね、ぜひストレージマン皆さんね、はい、シアターセブンに見に行っていただければなと思います。はい、はい、では次あゆみ、はい、情報です、はい、はい、明日ですね、明日泊まり木カフェがあります。はい、そうです、はい、はい、八柳孫一さんがね、はい、主催されている、泊まり木カフェがあって、その泊まり木カフェの中に野本梢監督の、次は何に生まれましょうかの上映があったり、はい、絆落ちと無限の一歩、武田和明監督の、作品があったりとか、はい、あとね、泊まり木クリエイターズさんというところの、演劇映像も楽しめるっていう、もう朝10時から、21時30分まで、はい、ほぼ12時間そうです、はいはいはい、6項目に分けて、はいはい、上映なりトークショーも全部ついてったりとか、はいはい、一番最後はね、上映の後に朗読とか歌のパフォーマンスとかがあったりとかっていう、なんと一日スペシャルな、はいはい、企画がやりますので、はい、ぜひぜひお越しください。はい、はい、料金の方は、一般の方1,500円、はい、アンダー22歳が1,200円、うん、で、2枠以上、視聴される方は、2枠目から200円引きっていうお形にさせていただきますので、うん、なるほど、だから1枠が1,500円、はい、で、まあ、アンダー22歳、うん、22歳が、うん、1,200円っていうことですね、はい、で、あのたくさん見ると当然プラスなんだけど、はい、200円引きになります、はい、はい、引きになります、ほんだら3つ見るんやったら400円引きかな、そうですそうですね、はい、はい、そういうことですね、はい、はい、ぜひぜひ皆様お越しくださいませ、明日です、はい、はい、よろしくお願いします、はい、そして、はい、26日は、はい、月曜日、はい、カバの日です、はい、はい、ぜひぜひお越しください、残り少なくなってきております、そうですね、もうなんだかんだ言いながらね、はい、はい、ね、まだ見てない方、1回見られた方、2回見られた方、何度でもお越しくださって、はい、はい、そしてですね、28から4日間、28、29、30、7月1日と、はい、マテリアル的物語の進めということで、はい、朗読版をさせていただきます、はい、でね、5人の役者が劇的に朗読をします、行いますので、うん、ぜひぜひお越しくださいませ、はい、これね、学研さんの興奮後に、意外な結末シリーズ、本があるんですけど、はい、それの中から抜粋したものをね、はい、それぞれ5人の役者が2作品ずつ、やります、これだね、だからちゃんと学研さんにね、許可をもらってるんですよね、はい、で、はい、本もね、販売一緒にします、あ、なるほどなるほど、はい、はい、というイベントになります、はい、はい、料金が2500円でワンドリンク付きとなっております、うん、はい、お時間が19時30分スタートで、18時30分オープンとなっております、1時間前からオープンして、はい、まあ、ゆっくり飲みながら朗読をね、楽しんでもらう、朗読よりも本当にお芝居を見てる感覚にもなってくるので、なるほど、もうちょっと気軽な感じでね、うん、飲みながらゆっくりと見ていただける作品ですので、はい、ぜひぜひ皆様お越しくださいませ、はい、はい、そして、はい、あともう一個の定期上映ですね、取り残し中があと2回です、うん、はい、7月の1日じゃあ7月7日と14日、はい、あと2回になってますので、はい、ぜ
ひお越しください。ぜひぜひ。朗読バーがあるので、30日の金曜日はないです。なるほど、はい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 、お気をつけください。はい、はい、以上です。はい、ありがとうございました。それではいきますよ、はい、今日のグッチョイ。はい、今日のグッチョイは、はい、何だったっけ。みんな生きてる。あ、そうですね、はい、はい、もうね、いろいろやってるとね、わけわからないのっていくんですけど、うん、はい、選手の酒が残ってるわけじゃないですよ、はい、残ってんちゃいます。そうです、みんな生きている、はい、この番組でもね、紹介しましたよね、うん、一回ね、監督と諸沢監督と、うん、樋口くんと、それからさくらくんね、はい、3人に僕が、インタビューをさせていただいたという形になるんですけれども、うん、この作品がですね、なんとですね、なんと11月25、26、2日間やる、うん、そして前夜祭24日にある、うん、ドラゴン映画祭2023に、上映されることが決まりました。ちょっとフライングしちゃった。いやだから本当にね、はい、今みんな生きているって、うん、いろんな劇場で引っ張りだこで、そうですよね、すごい全国でね、上映されている状態なので、うん、これね、非劇場で OK が出るってなかなか出ないんですけど、すごい、はい、ドラゴン映画祭 OK 取っちゃいました。イエイ、はい、イエイ。まあ本当にね、なんていうんですかね、命のことなので、はい、骨髄移植というか、うん、そのね、いわゆる白血病と言われる、病気って昔から結構ねありますしね。そうですね、はい、よく聞く病名だったり。そうなんですよ、そうなんですよ、我々の、芝居仲間の中でも白血病の人とか、うん、やっぱり骨髄移植をね、うん、されてる方もいらっしゃいますからね。でそういう中でじゃあ実際はどういうことなのか、うん、あの映画見たら本当に分かるんで、うん、はい、ぜひご覧になっていただきたいし、その逆の立場、その、骨髄移植を決断する方の人たちがどういう気持ちで決断するのかとか、そういうことも描いてくれている作品になります。周りの人もそうです。そうなんですよね、だから本人だけの問題じゃないんですよ、やっぱりそのすごく太い注射器でやるし、でその骨髄なんでやっぱその何、神経触ることだってあるんで、うん、はい、だからそういうところを傷つけたりしたときに何が起こるかみたいな話もあるんですよね、うん、まあ、当然ながら感染症の問題とかもありますから、うん、だからそこを、いやそれでもやるんだっていうことで、うん、OK されるわけですからね、うん、あとあれか、その睡眠薬っていうかさ、うん、全身麻酔ですから、うん、この麻酔って本当に事故が多いんですよ、うん、結構あるんですよ、起きてこんなこれだとかみたいな話も、ゼロではないという話ですよ、そんなにめっちゃたくさんあるわけではないんだけど、ゼロではないので、まあ、そのことを考えるとね、やっぱりリスクあるよねっていう話なので、そういうことも含めて映画の中でしっかり紹介されてます。でその辺はまあ、いわゆるそのドナーパートナーで、松本若菜さんがね、ドナーを演じられてますし、まあ、もう本当にね、その辺の役者さんはすごいしっかりした役者を固めてらっしゃるので、見応えありますので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。はい、まあ、今回、ドラゴン映画祭、実はね、僕ね、このみんな生きているを僕が希望したんですよ。そうですね、もうお願いって言って、野本さくら君にお願いをしたら、さくら君が掛け合ってくれて、OK もらえたんですけど、もう本当にそれ嬉しいんですけどね。でどうしてなのかというと、今までドラゴン映画祭ってね、なんかよくわからない、なんていうの、監督の名前と作品の名前があって、まあ要は出演者有名な人出てるやつもあれば出てないやつもあったりで、はい、よくわかんなかったんですよ正直言って。だから関係者がみんな来るみたいな感じになったんですけど、じゃあそうじゃなくて、もう映画好きな人たちが、映画を一日楽しもうぜっていうことで楽しめるようにカテゴリー分かりやすくしたい。うんうんうん、でそういう意味で言うと、この、まあ、命の問題とかね、を扱う、みんな生きているもそうだし、まあ、僕の大きな気になりたいもそうですし、まあ、そういうカテゴリーでこう同じようなものが並んでると見やすいじゃないですか。そうですね、そういう目的で見にも来れるし、そういう風にできたらいいなと思っていて、で、みんな生きているを、希望したら、まあ、今回ちょっと OK がもらえたんでね、はい、めちゃめちゃちょっと私は嬉しいんですけどね、はい、
関係者の皆さん本当にどうもありがとうございます。もうドラゴン映画祭でね、ぜひたくさんの人にまたこれ見ていただきたいなと思ってますので、はい、ぜひ、皆さんドラゴン映画祭11月、25日26日ありますんで、みんな生きているそこでまた上映させていただきますので、ぜひその公演ね見に来ていただければなというお話でございました。はい、はいはい、ということで今日のグッバイでした、エンディングでございます。今日スムーズすぎて、はい、30分切ります30分切ります、はい、30分切ります。まあたまにこういうのがあってもね、はい、ここのとこずっと35分ペースで来てたんで、たまにはちょっと30分切りたいなという感じなんですけども、プラスマイナスゼロですね。ああ、いい感じいやいやいや、まあこれ、次が、もうだから今日が6月最後ですよね。そうですね。ね、うん、ね、そうそう、はい、次もう7月1日だもんね。そうだ。いやもう半も過ぎた。半年終わった。半年終わった。半年終わりました。終わる。半分終わりました。皆さん来週からもう後半が始まります。ねね、あと6ヶ月ですから皆さん、やりたいことある人は早く やりましょうねという感じに、ね、そうですよね、はい、でやし、まあね、そうでなかったとしてもね、まあ、何かを一つ年内にやり遂げるみたいなのを持ってもいいじゃないですか。そうですね、あと半年のうちにこれをやろうとか、ね、そうちょっとこの半年でできへんかった人は何かぜひ一個作ってやってみるのもいいんじゃないかなと思いますので、まあ、夏暑いですから、そう、体調に体調に気をつけながら、秋口ぐらいから頑張ろうっていうのでもいいんじゃないかなと思うんですけどね、はい、またのんきな結局伸びていくやん、ね、来年からでいいかな10月ぐらいになったらそうなってるんだろうね、なってるかもしれない、はい、まあ皆さん、はい、とにかく体調には気をつけてですね、元気で頑張っていきたいと思いますので、今週はこんな感じで終わりたいと思います、はい、どうもありがとうございました、さようなら。